18日に起きた歌舞伎俳優、市川猿之助、57の救急搬送事件から3週間が経った。当初は6月上旬が逮捕の X デーとされていたが、今のところ動き放し。売れ込んだとはいえ、当局はその日に備えて必死に動いている。一方、梨園は猿之助が帰ってくる日を待ち続けているという。先月18日、猿之助は都内の自宅で意識朦朧とした状態で見つかった。一命は取り留めたものの、2階リビングで倒れて、いた父親の段四郎さんと母親は共に死亡。死因は睡眠薬などの無害ただし、新薬中毒とされる。事件には殺人などを扱う警、市長、捜査一課が投入された。自殺幇助罪で近く逮捕とも伝えられたが、警、察しと検察の間で温度差が生じているという。対象が有名人だけに、仮に逮捕、起訴となった場合、絶対に失敗は許されない。警察の聴取で、私がやりましたと言っても、裁判で翻されたら公判維持ができなくなる。そうなれば、警察、検察ともに刑、くくびが飛ぶ、関係者。本人の証言以外に、動かぬ証拠が必要なのだ。ある捜査関係者は、週刊誌のハラスメント報道だけで一家心中まで図るのか疑問も残る。両親の死因となった薬物も致死量と見、際に飲んだ数で整合性が取れない。当局は猿之助のマネージャーをはじめ、信頼していた俳優 X。歌舞伎関係者などから幅広く、事情を聞いていると語る。現在、猿之助は、救急搬送された病院を退院後、精神科専門、病院に転院し、療養しながら、警察の事情聴取を受けている。そんな猿之助を待つスタンスなのが歌舞伎興行を担う松竹だ。猿之助さんは、事件後、歌舞伎界への決別も含めて今後を悲観しているといいます。両親が亡くなり、兄弟もいない。そんな猿之助を今見捨てる姿勢を見せれば、さらに精神的に追い込まれてしまう。同じ沢社屋一門で、いとこの市川中車さん。中車さんの息子で、猿之助さんを慕う若手ホープ、市川團子さんも、復帰を願っています。梨園関係者将来的には、團子が5代目、猿之助の名跡を引き継ぐことが、既定路線とも言われてきたが、襲名には、家中の猿之助、4代目の承認が必要という、現実的な問題もある。どういう形であれ、戻ってきても、らわないと困るというのだ。松竹としては、ハラスメントの調査もしなければならない。株主の目もあるので、猿之助さんを突き放すわけにはいかない。性加害問題の対応をミスった、ジャニーズ事務所を反面教師にして、しかるべきタイミングで調査結果を公表するそうです。舞台関係者捜査は大詰めに入っているが、どのような結末を迎えるのか。